ックスイン。嘘でしょ。めっちゃ丸刈りに飲まない。皆さんこんにちは、コヘです。マメです。マゲです。カドレの休日です。やってきました。はい、結構もうなんか中盤に入ってきましたね。確かに、私あっという間よ。おさらいしましょう、はい、まず前回のおさらい、4までは何があったっけ。ちょっと4はあんまりあれですね、印象にないね。確かに、カドレが触れられて嬉しかった。あ、そうそうそう、あれだ、だからヒカルさんが来てくれて、うん、授業の壁打ちみたいな感じでちょっと話しました、うんうん、で、新メンバーの萌えさんが来たけど、うん、保育士さんってことしかわからない。まだなんかそこも謎だよね。え、しかもノックなってた。そう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 、あのってさ、うん、ワンちゃん青木さん入ってくるみたいなことない？あ、ありえる。どうなのなんか新メンバーに見せかけて、実は青木さん、いや、なんかコメント欄にも来てて、うん、あ、わかると思って。確かにね。そういうのも面白い編集の可能性もある、ね、ある、うんうんうん、じゃあまあ早速ね、気になりますんで、はい、見ていきますか。はい、はい、それでは行ってみよう。行きましょう。はい。え、待って、萌えさんね。そうだ、萌えさんのシーンね。怖い怖い、何？萌えさんって怖い怖い、何何？青木さん、え、こんにちは。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 はじめまして。はじめまして。おいはな萌えです。おいはなさん。はい、おいはな。元気系ね。うん。え、新メンバーってこと？追加メンバーです。うわぁ、えぇ、ー、でかいの？え、マジか。そうだ、じゃあ僕らも自己紹介をしないと。ここまあ見たもんね、絶対。マジで？これね、これですね。これです。青木さんかどうかって、ね、オープニングに行った。これで、ね、答えがわかる。これで青木さんだったらちょっと悪やるけど。どうですか。はい。マジで？え？あ、絶対違うじゃん、うん、ね。で、新メンバー、新メンバー2人目、メンズだ、メンズ。え、待って、あの、今若干字幕見えてたけどさ、なぜなら10時間かけて、え、どういうこと？海外在住の方？確かに確かに。え、ちょっとすごい、何者？何者？なんかゴールドのすごいチェーンつけてる、うん、真っ赤の服着て。行きます、行きましょう、行きましょう。ラオスから10時間かけてきました、西田拓郎と言います。西田拓郎、ちゃんとジャパニーズ。ラオスから、ロが言うらしいです。え、だってラオスから、ラオスから海外から。え、一番年上じゃない？ね、7… いや、待って、え、待って、え、ちょっとえ、なんで名前ラオスなの？もうすごい、あだ名がちゃんと面白い、ウケる。西田拓郎さん30歳。一番は31位なかった？うん、うん、あの、そうだよね、見た目がね。あ、見た目がね、そういうことね。だよ、だって。そうだね、そうだわ、食べた貫禄があります。貫禄ね、うん、すごい、ね、なんかドンと構えてる感じするわ。うん、行きましょう。はい、タクロンと言います。参加した動きは、あの、僕ラオスから、あの、ノンタイトルのためだけに仕事をやめて帰ってきたので、今回こうノンタイトルのいい機会に、まあ、自分の殻を破って裸に行ったりリスクがありながら、あの、真剣に授業を作る、まあ、こういったこれチャレンジしたいなという思いで今日は来ました。え、食えるな。え、まだ良さそう。あー、うん、で、そう、何してるのかがまだわからないね。うん、うん、なんか、ちゃんと芯あるタイプの人間っぽい。確かに、なんか空気感。確かに、だってさ、ラオスにいる、うん、ラオスで仕事してるって、もうさ、うん、何なんだろう。そもそも頭良くないとできなさそうな、ね、先入観が勝手にある。確かに、うん、英語の感動なのかな。あ、そうだね、さすがにそうなんじゃない。うん、え、待って、え、これは青木さんでしょ。さすがにね、さすがにね、青木さんでしょ。あ、青木さんこんにちは。こんにちは。新メンバーが2名加わります。2人、すごい、すげーな。どうぞ、いらっしゃい、よろしくお願いします。お願いします。この後、両チームには
それぞれのメンバーとお話ししていただいて、どちらのチームにどちらを引き入れるか、それぞれのチームで決めていただきます。はい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 、はい、今までと違います。前回と違いますね。あの前回というかシーズン1と、シーズン1と違います。え、なんでシーズン1は、はい、ニコちゃんがどっちのチームに入るかを選んでたけど、そう今回はどちらのチームを引き入れるかチームが決めるんでしょ。あー、そういうことね。全然反対だよね。反対。だからなんかこう プレゼンを自分でしなきゃなんだ。え、でもそんなに、え、じゃあいらないですって言われたら、ね、え、しかもさ、うん、未経験のさ保育士さんの萌ちゃんフリじゃない。フリだいぶフリだよね。え、でも逆にさ、もうなんかセナさんとかすごいやりたいことが決まってる人だったら萌さんの方がぶつかなくていいとか思うかもしれない。まあ、ラオスさん何できるかに、ね、そうそうね、ちょっと、ラオスだよ、でも何どういう時や何でもできそうじゃん。何でもできそう、何やってんだろう、ね、営業とかかな、ね、ぽい、うん、どうなんだろうね。いきますか、うん、追加メンバーは2名。こっちで決めるんだ。はい、あの、言い方悪いかもしれないけど、はい、いらないとしたらどうするの。それも自由です。おー、かぶった方がどうするんですか。気まずい。ドラフト制ですので相談してください。はい、はい、なるほど。2人行ってもいいですか。ちょっと残酷すぎ。嘘でしょ。え、これさ圧倒的萌えさん無理じゃん。え、そうだよ。やば、追加メンバーで選ぶ なんていうの、よくなくない。よくない。追加メンバー未経験よくないよ。だからタイトル新メンバーが即帰宅なんだ。ああ、そういうことだよね。そういうことだ。え、めっちゃ嫌なんだけど、自分が萌えさんだったら。え、めっちゃ嫌だ。いや、だってしかも物の分かんないけど30分とか1時間で推し量られるでしょ。やだよ。え、やだ、気まずい。しかもちょっとだけ早くチーム組んでただけでしょ。そうそう、それな。そうだよね。いや、よかった、先に組んでただけなのに。きつ、それな、きつ、やばいね、やば。よいしょ。え、え、やだやだやだ。え、またラオス帰るんですか。制限時間は2時間ですので、うん、2時間後に発表していただきます。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと何やってるのって気になる。このタイミングかっていうのは正直思いました。まあそうですね、新メンバーは来たけど、まあいきなり2人来る、まあ、このタイミングだったら僕予想してなかったんでちょっとびっくりしました、うん、私は全然あの2人ともありだと思っていて、ぜひうちに入ってほしいですね。うん、え、ちょっとさ、ごめんね、始まる前にさ、うん、ラオスさんのさオープニングの映像見た。やばかったもん。やばかった、書き込んでたな。かわいいかも、かわいいかも、かわいいかも。久々に日本の米食えたの。漫画盛りみたいな。それ言い換えすぎて。行きましょうか。行きましょう。あー、面白い。ラオスさん気になるな。自己紹介、自己紹介に。この雰囲気始まるんだ。この空気感の中でいきなり関西感始まると、あーちょっとね、やっぱ聞いちゃうかな。そうそう、なるほどね、あるある。うん、フリクルから、帰ってきました。まあ、ロンちゃんのために、ご出張されるために仕事辞めてきたの。まあ、まあ、仕事辞めたんですか。前職で、まあ、金融会社グループで、まあ、あの専門商社といろいろあったんですけど、まあ、そこで役員をやってました。うん、で辞めて、すごいね、30で役員、うん、まあ、僕の、まあ、強みって話です。うん、営業めちゃくちゃうまいですっていう。あ、うまそう。でもあの新卒の銀行上がりなんですけど、でそこでなんかあの3年間トップ3とか、うん、あの営業特会とかはしてますと。うん、次に多分、CS 周り、
カスタマーサービスっていう、まあ、D2C がこう、まあ、企業が非常にこう重要視されているっていう中で、まあ、コールセンターとか、D2C って何ぞやの顔してる、まあ、そういったところのシステムから、まあ、運用まで全て走らせることができる、まあ、効率化よくしたいなら、まあ、プログラムを書いて、まあ、そこで効率化よくできると、まあ、長期的にいくと、まあ、CRM って顧客管理システムだとか、お客さんのデータを活用したりとか、まあ、マーケティングをオートメーションするとか、そういったところは全て一貫して全てできるという感じ。以前僕は大阪府庁とかで、まあ、登壇 DX あのとは何ぞやみたいなところで登壇した経験もあります。で、まあ、CS マネー強い。あと、ゾーン使えばライセンスを持ってる。いいね、こういうのもいじくる。ラオスなんですよ。あ、ラオスはい。すごい。なので、ゾーン好きです。好き。どこで共感してるんですか？僕、ラオス語も話せるんですよ。すごい。すごい。僕が行くと、まあ、一緒にラオス行くと、10音無心にゾーン乗り回る。すごい。すごい。その仕事を全部辞められてこっちに来たと。そうです。おお、じゃあ何タイトルに曲をかけてる。かけてます。あ、好きそう、ラブちゃん。もうちょっと授業作りきれいきてるので。はい、はい、すごいですね。まあ、そんな感じですか。はい、そんな感じです。ダニシ、ダニシさん、お願いします。ラオス、いい自己紹介、めちゃくちゃ言いにくいんですけど、はい、私、保育士、今しています。で、何ができるかって言われると、うん、もう、その西田さんみたいなすごい武器はないんですけど、まあ、自分的にはやっぱりその今まで過去に、いろんな夢を叶えてきて、で夢を実現するまで意地でも頑張ってトライするっていう根性はあります。なるほど、はい、で、まあ、あとは協調性があること、あんまり自分で言うのもなんですけど側は強くない方なんで、なんで協調性はあるかなって思ってます。はい。何夢叶えてたんだろうね。まあ、なんとなく今話せる感じだとこんな感じだと。喋りたいね。じゃあチームごとに。そうね。そうだね。結局ゴールだって僕たちが選ぶ。そう。選んで。そうだね。そうだね。あれ欲しいか。喋りたい。20分話して、その後の時間の使い方はまたもうちょっと話したいとか。リングを見に行きます。20分話そう。20分ずつ話そう。はい。もう、ないね。いや、そうよな。え、まだいいかな。まだ痛いとか言い方だ。普通に面白くて見ちゃった。すごいね、ラオス。バリバリの即戦力っていう感じがするけど、ね、あと金融系出身だから、うん、そういったタイプの人いなかったじゃん。そうだね、うん、確かにね。なんか松田君みたいな、うん、確かに感じがしますね。これどっちも欲しいんじゃない。うん、確かに。これさ、どっちも欲しいってなった時はどうするんだろう。ドラフト制って言ってたけどさ、からでも結局さ、どっちの方が欲しいかっていう順番つけるじゃん、ドラフトって。そうそう、だからそれを何で決めるんだろう。野球とかだって結構くじじゃん。あ、でも本人に任せるんじゃない。そこは本人に。だからそっちに行きたいけど、分かんないけどね。うん、こんなもんね。だってラオスの方が圧倒的有利だからね。うん、うん、1位で被って。そう、え、萌えちゃんね。そうなの、そうなの。帰宅？帰宅です。いや、え、でもさ、萌えさんもすごい人間性がさ、良さそうじゃない。なんか人が良さそうじゃない。でも即戦力で選びたくない。いや、だから即戦力で選びたいよね。選びたいけど、わかんない。今までのそのセナさんとかを見てると、うん、そういうタイプの方が合いそうじゃない。あー、まあ確かにな。あー、テクニック。そう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 、セナテック、ね、そう、とか思っちゃう。でもこれももうさ、この2人、全然違う2人をぶつけてくるこの感じもすごい。確かに。はい、行きましょう。行きましょう。ざっと経歴、ざっと経歴は、僕新卒でもうずっと銀行に、まあ地銀なんですけど、銀行にいて3年目で、まあ丸社長から、まあこんな、まあ上に薬取ったみたいなことを言うと、こんな小さいところで何を切っとんやと、帰れていいという感じで、まあ後押しを受けて、それが金融、まあその金融業なんですけど、でも60店舗ぐらいあって、まあその支店長だったりとか、実際マーケティングとか、まあ、そこからフィリピン支社の立ち上げとかね、フィリピン行ったりとか、出張ですね、まあ、そういうことをやってて、金融って非常に IT 大事だなと思って、日本の IT 会社に勤めたっていう感じですね。ある程度そこで、まあ、IT っていうのを学び終わったんで、じゃあ次どうしようってなった時に、僕のバックグラウンドに金融なんで、
で知り合いの社長のところにお話をしてラオスに行ったっていうのが、まあ、一通り流れてる。プレゼン経験はありますか？プレゼン経験はそうです、大阪府庁とかで就職金100人前で、ね、なんかプレゼンした経験とかもあって、はい、そこら辺は全然いけるかなとは思いますね。エクセルとかパワーポイントも全然かわいくないですか？プレゼンがありますか？エクセルパワーポイントかわいい。パスワード上に、はい、同じかなと思うんですね。確かに、でもやっぱ面接感出るよね。面接感出るよね。何ができるのかっていうのは知りたいんですよね、正直。何ができるか、一応保育園でパソコンを毎日売ってるから、うん、まあ、パワーポイント、はい、パワーポイント、企業といえばパワーポイントなの。イメージあるんだろうね。イメージがあるのかな。ああ、そういうことか。だから脳内とか見てたらやっぱプレゼンでしか、あパソコンをいじってるシーン多分ないから。そっか、それぞれ直結しちゃうんじゃないかな。ああ、なるほど。何ができるのって質問になっちゃうんだろうね。まあ、そうだよね。あるよね。確かに。何やろ、あれ名前やってるかわからないけど、はい、で、西とかもう全部やってたんで、はい、お便りを作ったりとかやってたから、そういう作る系は多分できるんじゃないかなって、うん、パワーポで、資料作成とかも資料作成はできる、そうでき頑張ったらできるんちゃうかなって、はいはい、うん、違う違うかな、SNS やられてますか？ SNS やって、フォロワー数聞いてもいいですか？フォロワー2100人しかいない。ツイッターですか？インスタですか？インスタです。ツイッターやってないんですか？ツイッターもやってます。ツイッター何です？ツイッターが1900。あ、わかりました。でもさ、保育士で1000人超えてるのすごくない？確かに。だしさ、てかそのさ、夢を叶えてきましたって言ったじゃん、うん、何の夢だったんだろう。確かに、触れられてないよ、うん、確かに。そう、だからなんかその夢で確かにファンがいるとか、なんか、あ、そうかも。あ、しかもさ、オープニングでさ、バスケしてたからバスケの選手とか、あ、ありえるよ、ありえるよね、ありえる、ありえる、ね、そういう可能性はある。確かに、うん、でも、SNS のフォロワー数聞くのね、そう、なんかすごい残酷だなと思って思った。でも、まあ、まあ、まあ、どうなんでも、どうだろう、あと、なんかフォロワー数聞かれるの怖い。経験ありますか？例えばその、自分のなんかプロデュース商品を売るとか、なんかこの商品を売ったことあるとか、こういう会社で働いて会計がめっちゃ得意とか、なんか営業がめっちゃ得意とか、プレゼンとか、怖いよね。なんかそっち系の経験ってあったりしますか？あー、なんか、まあ、バイトで、一応そのお店のこう商品を売ってほしいっていうので売り上げに貢献したことはあります。そうなるよね。結構やばい、結構しん、なんかきついな、やっぱこれ怖いよ。怖いよね。プロデュースした商品売ったことありますかって言って、バイトで商品、お店の商品売ってほしいと思って見たこと答えられたと、はるたむちゃんの顔よ。ほんとにもう人を殺すような目線から喋ってるから。ないって普通の子は。プロデュースした商品を売ったことなんてないよ。ない。え、ただなんかはるたむちゃんなりの、うん、この子にできることを何だろうって探してあげてる。あ、もしかしたら SNS 得意なのかとか、うんうんうん、商品売る力、でもそれは自分がそれを今までやってきてるから、うん、経験からこれできるのかなっていう質問してるのかな。あ、そうだよね。だから、まあ、怖くめっちゃ映ってるけど、そっか、はるたむちゃんなりに探してるのかもしれない。そう、保育士さんだけど、か何かこう、なんだろう、力になってもらえることあるかなで探してる真剣な眼差しでこれになっちゃったのか。なるほど、確かに。いや、わかんないけど。まあでもね、とはいえさ、その選ぶ側選ぶ側でさ、もうどんな人間なのか、その人がこのチームに来た時にどんだけ役に立つのかしてんだ、やっぱ見てるからね。でもさ、ノンタイトルって未経験でも起業できるよね。そうですね。そうです。もう私これ言われたら無理です。え、フォロワーもいますよ。1000人とかだったから。1000人ですみたいな。プロデュースないです。こうやってポジティブに返せてるもえさんもすごいと思う。まあね、確かに確かに。そうだね。こうそのお店の看板として一応店長から勧めてもらって、はいって感じ。プレゼンとかの経験はないですか？プレゼンはないんです、ないですね。大丈夫です、我らも。あ、ここな、私もないです。あ、はい、うん、そうなんですね。なんで応募したら、応募理由とか
前回のシーズン1見てて、なんかすごい、あの今まで起業したことない人たちでも頑張ったっていうか、まあそういうね、あのみんなで作り上げることでできるんやって知って、うん、で何か起業はしたいなっていうふうに自分の中でずっとあったんですよ。あ、自分でもできるんじゃないかなっていうふうに思って、で結構挑戦することめっちゃ好きなんで、はい、で応募したって感じです。なるほど。どうだった？どう思う？え、じゃあ俺ちょ、あの率直に言っていい？いいよ。え、彼絶対入れたい。私も絶対入れたい。彼ね。俺全然、うん、カメに詳しいじゃん。そうそうそう。詳しいってさ、俺マジわかんないから。そうそうそう。こなんか、うん、そうなんだよね。確かに。このキャラ的にはそうなんかそう被らない。そういう意味で。逆になんか逆の発想で言うと、逆のチームに絶対に入ってほしくないって思っちゃう。うん、あっちがチーム、あの、あの、うん、ラオス君がチームフルに入った時のことを想像すると、うん、なんか戦力的にちょっと敵に回したくないって思っちゃった。犯人が向こう選んだらもうしょうがない。諦める。え、しょうがないけど、私こっちを選んでもらう自信ある。おー、なーまだ何してて、か、私がこんだけの熱量で言ってダメだったら、え、なんか、いや、違う、見る目がない。あ、おすごいな。すごいね。そういうことは欲しいんだね。萌えちゃん、ダメか。一番知りたいのが、もう僕の中のド直球で、これだけはむしろ聞きたいぐらいなんですけど、はいはい、あの、前職もそうですし、自分の性格って結構リーダーをやるタイプですか？あ、やっぱりリーダーはやりたいんだよ。譲れないんじゃない？ずっとリーダーだね。まあいいや、はいはい、あ、どちらかというとナンバー2タイプですね。なんかナンバー2でいろいろ動いてる方がなんか結構僕的にも動きやすいなって。わかります。で、多分僕がここに参加させていただくと、はい、本当にもうまあ、レッド今ブルーどういう状況になってるかわかんないですけど、本当に影からまくり上げますので、はい、まくり上げていくっていう感じで、そこは信じてもらっていいのかなっていうのは正直思います。はい、これ決めてきます。え、もうじゃあドラフトですか？あ、ドラフトですね。早っ。え、これちょっと待って、はい、それでは各チーム話し合いは終わりました。はい、はい、はい、じゃあどの方がどちらのチームに入るのか発表していただきたいと思いますが、じゃあブルーから。はい、僕らは、うわやば、ラオスさんを希望します。やばー、まあ、そうなるよな。そうですよね。ラオス君を希望します。なるよな。え、もえちゃんは？え、なるほど。帰宅決定？やば。え、マジ？やりきれなくない？萌えさんからしたらさ、仕事も辞めてきて、でね、未経験からでもシーズン1では起業してる人もあったら、うん、私よね、うんうんうん、がいるのに、うん、途中参加だからこうやっておると。やば、残酷すぎるだろ。これさ、無理ない？うん、だってさ、もうすでにチームが決まった状況でさ、うん、この2人だったらそれはラオスク選ぶよね。そう、なんか、じゃあもうさ、未経験はしょっぱなしか入れませんにしてほしくない？してほしい。途中参加とか両方未経験。あー、そうね、確かに、うん、いやー、これしんどいよな。だって、いやしんどいね。マジ？なるほど、ここでもう、うん、これも番組が悪いですね。いや、ほんとそうよ。はい、できそう。4人だけ目指したってこと？あ、炎上でしょ。番組の やってるやつはクソなんですよ。そうなの？はい、人間としてクソです。では、いや話し合いでここで決めていただきます。はい、まあでも、本人の挙手制でいいんじゃないかな、立候補でいいんじゃないか。私もそう思います。あ、最終的にってことね。はい、はいはい、なので、うん、本人にアプローチの時間欲しいです。あ、はい、なんかまださっきはちょっとどちらが選ぶ側だったからあくまで、うん、逆に今度選んでもらう側になるから、ちょっとそのアピールタイムっていうかを各チームごとにしたいなって思います。 OK、うん、はい、全然今アピールしてもらった。アピール終わった？あ、じゃあ先にどうぞ。アピール終わった？ちょっと先に
先にお願いします。え、先にお願いします。おっと、え、アピール終わった？ん、アピール終わった？待って待って、もう萌えちゃん切ない。目の前これだ。先にお願いしたい、希望としては。ラップの高校取り合うみたいなやつ。え、ちょっと待って、これまずさ、一旦さ、萌えさん、ここで残念ですが、あのご帰宅いただきますって言ってるのよ。そうなの、気まずいんだけど。あとさ、うん、なんだろう、このさ、今の空気感を見て、うん、なんかブルーの方がいいかもって思う可能性もない？あー、グイグイ、そう、ハルタメちゃんと、あとグリボーが、いや、先に、あ、もう終わった、言いたいこと終わったみたいな感じのやりとりで、あれ、ちょっとこう、気に強いかもって思う可能性もありそうだなと思った。うん、まあ、フラットに見てるとはいえ、うん、まあ、ブルー寄りだよね、なんか。そう、なんかやりやすい方とやっぱ仕事したいじゃん、結局、熱量あっても、うん、あ、ごめんなさい、食べちゃいました。え、すごい、まず、アピールポイント。ちょっとラップ始まる。え、そういうこと？アピールってそういうこと？目の前に来て喋るの？すげえ。すごいわ。面白いんだけど。喧嘩するやん。席に立って今日ね、立ち上がるぐらいかと思ったら、でもほら熱量伝えたいから。そうだから、この熱量がなんか違う方向に行ってしまいそうで、ね、そう、ちょっとやっぱさ、熱っぽくなるじゃん。うん、なんか熱量っていうか。ミッション1 の、 あの勝ったことにより軍資金が今120万あって、あの100万ぐらい差をつけて、こちらの方が優位の状態です。で、私がこのチームにいる、この場にいる誰よりも勝つことにめちゃめちゃこだわりがあるので、ぜひ一緒にチームに入って勝ってほしいし、勝たせます。はい、はい、あのやる事業についてなんですけど、ただおそらく私が推測するに、あちらのチームよりこちらのチームのやる事業の方が絶対に向いてると思います。はい、という自信があって、で、チームレイプを選ばないのは逆にあなたの見るセンスがないって言えるくらい自信があります。なので、ぜひこちらのチームに入ってほしい。比較するときに相手を、ね、落としたなくてもいいのかもしれない。自分たちがいいことは伝えていいと思うんですけど、そのラオスさんがそれが苦手な人だった場合、そうあ、ないかもってなるよね。もう俺多分この時点でブルー寄りだもん、多分。もし自分で選ばれるから。うん。私も、あ、そういう感じねって思っちゃうかもしれないよ。ありがとうございます。あの、気持ちは非常に、あの、ありがたいというか、受け取りました。これも、萌えさん、萌えさん。いや、そうだよ、そうだよ。やだ。この、今回の授業、ノンタイトルで、何が何でも、本当に何をしてでも絶対にデモデーで勝って、で、その先のビジネスのスケールの大きさまでちゃんと描いてます。ここで作る事業もそうですが、その後の事業に関しても一緒に力を合わせたら10億とか20億年収でいくようなぐらいのを現実的にやろうと思ってます。それをどれだけ大きくできるかは僕らの化学反応で。10億20億の年収って具体的にいけそうですか？年収って言いたかったのかな。きついな、なかなかね。10億20億日本のトップの企業でもないんじゃないかな、年収10億20億って。年収って言いたかったとは違う。まあでもその間違いするかな、自分でやってるから。年収じゃないと思うよ、多分。まあでもやっぱ緊張するじゃん。あ、そうだ。ちょっと希望的観測であったりとかもあると思ってるんですけど、それくらい長いところまで頑張ってもらう、選ばせていただきました。まあでも未来の話してるからね。お願いします。ね、確かに確かに。では両チームから、あ、メッセージが届いたから、ね、そうですね。やっぱ印象、西田さん、やっぱ大輝くんと合わなかったのかな。会っていただければと思います。こんだけなんだ、アピール時間でも。一瞬のね。ね、チークンだ。うわ、むっず。やばいね。会っていただければと思います。ブルー行くでしょ。いや、私もブルーだと思った。僕が入りたいチームは、緊張するわ。はい、ね、ただ、一点、そのなんですか、お約束というか、まあ、選ばし、まあ、今度は選ばせていただく側になったんですけど、うん、僕結構一期一会だと思ってて、正直大木原さんとも一緒にやりたいなと思ってて。おお、
僕が逆に選んで、まあそのまあ、及原さんと、まあまあ、今回会ったのも何か縁だし戦いたいなっていうのは正直あります。そこをちょっとお約束していただきたいなっていうのは正直もあってそこって大丈夫ですか？え、どういうことですか？ごめんなさい。一緒にやりたいんですか？一緒にやりたい。あ、そうですね。まあ一緒に、はい、同じチームになりたいってこと。同じチームにちょっとなりたいですね。あ、一緒に戦いたい。はい、これ、うちらのあれ言ってもいいですか？え、いいかな？本当は2人とも欲しかったんですよ、うん、でも、はい、あ、そうなんだ。1択しか選べないのであればラオス君にぜひ来て欲しかったんです。なるほどですね。あの、はい、はい、なのでその要望ももちろん、はい、こちらも望んでいることです、はい、あ、そうなんだ、はい、僕らも、はい、あの最初からお二人を取る選択をさせてもらっていました。なのでぜひ2人で来て欲しいです。はい、では入るときは、さんと石田さん両方とも同じチームということで依存ないですか？依存ないです。はい。わかりました。はい。なるほど。じゃあ石田さん、はい、発表いただければと思います。はい、僕が入りたいチームは、うん、あ、どっちだな。ブルーです。そうだよね。すごい、うん、超素敵、かっこいいね、うん、あの発言はそこでできるんだから、うん、行きましょう。で、ブルーだ、うん、マジ？はい。え、なんで？理由は、まあ、最初に見た時からもそうだったんですけど、お話を聞いて最初の印象的にめちゃくちゃ強いなと思ったんです、レッドチーム。あー、結構極上スタイルね。まあその現役も長いですし、うん、まあ、例えばヌリボーさんが出てるとか、あとあのプログラマーのアプリの、まあ、最近やっぱりこう最近のこう時代に合ったものを作れるのかなというので非常に強いだろうなって私も感じて、逆に僕って結構反骨精神が多めで、逆にこうそこをまくりたいというか、結構強いからこそそこと戦いたいっていう気持ちって非常に強くて、ナンバー2キスだからこそですね。いや、マジか、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、マジ、なるほど、はい、はい、お願いします。マジか。じゃあ西田さん、チームブルーを選択したということで、すごい ね。そしてモエさんもいる。ちなみにモエさん、そのような決断に今はなってますが、まだ間に合うよ。あなたがこっち来たいと言ったらこっち来てほしいからな。あなたのご意見もお伺いしたいと思ってますが、モエさんも選べるの？もう今諦めました。彼は選んだから。ただ僕らはあなた欲しいです。どうですか？いや、正直私はやっぱりやばい、泣きそう。いいです、いいです。やっぱりそんなみんなみたいな武器があるわけじゃないから、やっぱりいらないのかなっていうふうに思ってたんで、うん、で実際あの私も西田さんと一緒に授業をしたいっていうのは同じ気持ちなんで、ぜひお願いします。ありがとうございます。お願いします。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、やりましょう。お願いします。お願いします。いや、本当に嬉しい。いや、マジでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、マジでやりましょう。多分ガン決まりなんだけど、信じられないって顔。チームブルーに参加ということで決定しました。それでは今から、事業方針ですね、進めなければいけませんので、はい、皆さん頑張ってください。うわ、あ、そっか、授業決定しなきゃいけないのか。そうや、てかそうじゃん。どのどうやって、どのタイミングやってんの。多分あと2日とかじゃん、うん、だから3日おかしいな。この4人だったら絶対勝てると思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
え、てか私的には一番予想外の答えでした。あのなんていうの、こう選ばなかったことが予想外じゃなくて理由がです。その考え方だったんだと思いました。参考についてるね。そう、そう、その感覚、そう、そうです、そうです。やばいな、やばいね、俺たち予想外だったんだ、超やばいよ。見抜けなかったよな。超やばいよ、だって形勢逆転ってやつ、別に人数関係ない、人数の問題じゃない。だってこっちパソコンみんなできるもん、うちらウロウくんしかできない。ええ、なんかそのパソコンができる人、今現在ロウくんだけって言ったでしょ、うん、いやもちろん、限られた時間の中で別に得意不得意があってやれることやるのはいいんだけど、そのパソコンもできる努力してないのかなはすごい気になった。あー、人に任せようとしてるってこと。なんか自分が得意じゃない範囲は全部お任せってなると、正直この3人の中でロウくんの負担でかすぎじゃないっていうのが今の危惧。まず一つ、私はそうでしたと。はい、当初はい。え、でも私の場合2人はやる努力をしてくれたし、最終的にやっぱそのやれるようになってたし、うん、そう、だってケイタなんてさ、パソコン、うん、ほんとこうやってやってたよ。それがさ、タイミングやってたからあいつめっちゃ。そうそうそう、なんかそのパソコンができるできないは別にどっちでもいいんだけど、うん、できなきゃ話にならないことが多すぎる、うん、なんかもうベーススキルすぎて、起業するとか、 なんか自分で事業やるときに、うん、パソコンでしかやれない作業ってめっちゃ多いじゃん、うん、効率的にも。その中で今からそれを全部ローくんっていうのは大変そうだなっていう印象。確かにね、まあね、そうだね。なんかその言葉からそれが感じられたなっていう。はい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 、姿勢がないと、うん、うん、はい、はい、頑張りました、ね、ただちょっと知名度、ちょっと本当やばい、どうしよう知ってるんだけど、マジか。でもあれコピー&ペーストできるよ。え、あ、コピー&ペーストね、うん、え、あとダブルクリックできるよね。マジでマジじゃない。聞いた、聞いた、聞いた、コピー&ペーストコピー&ペーストで、あ、コピー&ペーストねって判断をぐちゃぐちゃ。でも俺ダブルクリックもできるよって言って、ロックがマジかって言って、ごめんなさい、戻します。あのダブルクリックできるよね。マジで、はい、マジでじゃないの。今聞いたらその言葉しかないよ。かわいい。マジでじゃないの。優しいんだね。おもろすぎんだよな。すごい楽しそう、僕、ね、てかめっちゃ勉強になりました。私が多分今までやってるやり方結構間違いなんだ。私はなんかずっとこう、なんかそういう大事な場面は結構このスタイルで、割と私このスタイルで選ばれなかったことが今までなくてですね。おー、強いね。思考強いし、その思考を相手にも当てはめようとするし、うん、でも、うん、とはいえこの考え方間違ってたんだっていう一回さ、別に思ってないじゃん、うん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 、けど、間違ってたんだっていう一回投げに行くじゃん。うんうん、はい、そう。まあ、ね、すごい強いなって感じ。それ納得した感じじゃないんだよね。そうそうそう、うん、だから別に考え方変わんないな、うん、なんていうの分、うん、でも、この考え方間違いだったんだ、バチッって言ってた、一回。そういうことか。ダメージ受けてるわけじゃないんだね。そうそう、うん、なるほどね。まあでもさ、さっきちょろっとあの電池止まった時言ってたけど、うん、語尾言葉の圧はあるよね。ある。だから、うんうん、なんだっけ、プレゼンの時の。あ、そう、だからさっきの質問タイムの時に、プレゼンやったことありますかっていう質問が、うん、やったことあるのが当たり前ですよねっていう風に聞こえたけど、実は、うん、いや、私もやったことないんですって感想だったから、うん、なんかこの、なんか質問の圧と、なんか本人が思ってるあのバランスがちょっとなんか違うなっていう印象を受けた。うん、確かに。なんかもったいないな、なんか。確かに確かに。緩急必要だよね。そうね。プレゼンにおいても。そうだね、うん、チームビルディングのって、うん、だからちょっと本当にびっくりしちゃってて、うん、この私のなんか気持ちを伝えて、まあ、今までいろいろリーダー経験を してるんですけど、なんか響かなかったことがなかったので、はい、逆の理由でこう来られたのが初めてすぎて、ちょっともうめっちゃ挫折してます。いや、マジで安心でした。本当にやるかった。ありがとうございます。泣けるね。ブルーチームこれから人間でよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。お願いします。雰囲気めっちゃいいじゃん。倒しましょう。はい、あ、しかもユーモアもさ、ハマってそうなユーモア。確かに確かに。どう使いとか、うんうん、ないよ。あ、大聞いたんだけどな。マジか。え、マジで結構マジでショック。
うん、なんかショックどころじゃなくても生きた心地しない。すごいね。結構急なんか戦場にいる。え、なんか切り替えて、まあでもうちら3人で頑張ろうよでよくない？強い。だってさ、ココすごい強いじゃん。そうだよ。ねえ、うん、別にそこまでさ、参加まで生きた心地しないことなのかな。もしオーナネチームだって、それを誰かどっちかが言ったら、あ、私じゃあダメなんだってなる。え、だからさ、これさ、ブルーの時の最初のおもちちゃんじゃない？最初もう不安って言ってたじゃん、うん、このチームだと。なんかちょっと待って、言葉忘れちゃったけど、うん、おまちちゃんが「いやこのチームだと劣ってる」って発言。あーあー、うんうんうん、なんかせな君がそう発言して劣ってるって感じたように、生きた心地しないって発言したら劣ってるって感じちゃうなって思った。まあでもロックとか気にしなさそうだね。気にしてなさそうだけど、今ほらうちらがそうだったらそう思っちゃうって発言で、まあね、そうだね。なんか普通に切り替えたら良さそうだけど、そうだよな。そんな大きいことですか？まだだってできるか本当に分かんない。うんね、できる風かもしれないじゃん。うんうん、ちょっと戻してもう一回言っていい？ちょっと。うん、なんかショックどころじゃなくても生きた心地しない。今この段階こうなるのはなんか振りすぎる。うん。これは甘くないよ。うん。なんか初めての挫折って感じ。だし、その熱意を伝えるっていう意味の私の人生の中においても初めての挫折。そう、初めての挫折というか。なるほどね。まあでも会った人が少なかった、少なかったじゃない。そしたら別に今、今日はさ、ゆっくり休憩してさ。あ、いやいやいや、ね、いや、進めないです。え、今いやいやいやって言ってた。言ってました、うん、トロックンが、でも切り替えようぜみたいな感じだったら、いや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 、ちょっと気になる。進めないと、そうそう、いや時間がない、やめよう。いい、いい、そのメンタルに左右されてる場合じゃない。いやいや、え自分に言ったのかな、これ自分に聞かせたんだと思う。あ、自分なんだよ。なるほどね。はい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 、大丈夫、大丈夫。あ、あ、自分にね、本当に進めれないのが嫌なの。うんうん、結構もう切れそう、本当に。初めての挫折って感じ、うん、だし、その熱意を伝えるっていう意味の私の人生の中においても初めての挫折、うん、そしたら別に今、うん、今日はさ、ゆっくり休憩してさ。あ、いやいやいや、ダメダメ、進めないと、進めないと。いいんじゃん。いや、時間がない、やめよう。いい、いい、そのメンタルに左右されてる場合じゃない。大丈夫。いや、なんか本当に進めれないのが嫌なの、うん、え、結構もう切れそう、本当に。ちょっと春田さん、激しいですね。激しいね、愛力がすごい出してますね、すごいね。これ同じチームだったらちょっとやられちゃうな。しんどいな。そうだね、しんどいね。だってメンタルに左右されてる場合じゃない。切れそうってメンタルに左右されちゃってるもんね。なんか言葉に出す内容と思ってる感情を、うん、違う、自分の思ってる感情を矛盾した言葉を出す癖があるんだろうなと思った。ああ、確かに。そうかもね。というと、え、要はだからさっきのさ、うん、あの切れてるじゃん、うん、から、まあ、切れそうとかもそうだし、あ、そのメンタル、初めての経験もそうだし、うん、メンタルに左右されてる場合じゃないって発言するけど左右されてるし、うん、からこう言葉でなんとかもうこっち側に持ってこうとするタイプというか。ああ、なるほどね。そうそう、はい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 、うん、今日はもう一旦寝たいっす。出たいです。この流れでブレイキングダウン、まあ俺と試合出るじゃん。ここで長生きしたいって。で、ちなみに、はい、7.5 大輝と試合やるんで、あ、皆さん、え、みんな知ってるよ、もう。コメント欄いっぱい来てたよ。どうぞ。うん、です。そう、はい、応援しよう。ブレイキングダウン見る？いっか。ブレイキングダウンブレイキングダウン、あ、大輝との試合を。そうそう、あ、いいじゃん。見ようよ。はいはい。え、でもさ、待って、ブレイキングダウンまであと1週間だけどさ、うん、ミッション2の発表まで来たあと2日とかでしょ。うん、なんか、何、ね、寝たいって言われたらちょっとカチンとくる気持ちもわかるよ。うん、3日間しかないうちのね。そう、今1日目だからね。そう、うん、それよね。うん、今一番に考えたのは俺ブレイキングダウンで勝つことだな。うん、で、早寝早起きのこのスタイルを俺崩したくなくて、減量もあるし、パフォーマンスも落ちるし、絶対勝ちたいの。何が何でも。
で俺負けたらもうないと思ってるから、まあ申し訳ないんだけど、ちょっと試合に集中したくて、今後その状態じゃん、続けていくメンタルってかモチベーションはそもそもある？ノンタイトル自体を。俺めっちゃ不安なのが、もう起業はできんのかな俺って正直思ってきたし、思ってるし今でも俺なんかができんのかなと思ってて、分かんないことだらけで、多分今結構ここが俺がそう正直なんかいていいのかなっていうのがある、このチームに、でもなんか足引っ張ってんじゃないかなとか、そうだからはっきりしてほしいかも、ね、なんかマジで例えば塗り棒が同じぐらいのモチベーションを持つ努力もするし勉強する努力もするっていうんだったら一緒にやっていこうかなと思うけど、それがもう俺は多分自信ないっていうんだったら私も続けていく自信ないかもってはっきり思っちゃうかも。これ私あの何ですか、恋愛対象に対してよくやっちゃうんですけど、はるたまちゃんこれを仕事でやるのはよくないんじゃないかなって思うんですが、はい、あの相手に対して私はそうなんか決めつけちゃうの相手の気持ちを、でかつ私はもう相手のことも別にそれなんだったら私はいいからみたいな、別に例えば恋愛だったら、あだったら別に私別れてもいいと思ってるしみたいな、だから別に続いていかなくてもいいと思うしみたいな感じで結構極論を相手に伝えちゃうの、はいはい、でもそれされた男性って基本的に萎縮しちゃってはもういいかなってなっちゃうの、はそうですね、疲れちゃったりとか、だからこの発言でよりね男性が引いちゃうっていう、はい、はい、うん、なのであの恋愛ではバッチボコにそれやっちゃうんですけど仕事では絶対にしないようにしようと思ってて、そういう感じ、はい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 、でもしこれされたらきつそう、塗り坊さんが、まあきついよね、まあ両方頑張りたい気持ちはだってベースあるじゃん、うん、みんなからね、とはいえ知らんブレイキングダウンやでみたいなところもまあね、むずいよね、難しいね、はい、ちょっと考えていい、そうだね、ちょっとまあ一旦考えたいし、ごめん、ちょっとレッドチームあと2日、そうだよね、そうだよ、3日しかないんだもん、実現可能性があっていけるもので本当に面白いっていうか、やっぱ世の中にあまりなかったりとか、作る意味があるものをやりたいよねって僕は2人で話してたの、昨日夜ねここで寝ながらね話してて、結論 僕らはいやドッグフードやろうよ、へえ、みくるさんねやってるよね、みくるさん、嘘、動画に出てたこの間、うん、数日前にね、掛け算するか、かダメなんじゃないかな、多分もうセナさんの授業だったかもしれない、それが、あ、もともと持ってた、いや違うっしょ、違う、この授業がさ採択されたかもしれない、そんなことないか、おー、いや違うでしょ、いや、さすがないでしょ、そんな、ないやってたね、うん、でもだってだからやっぱリリースしてる行きたいなみたいな、仕込んでたのか、なんかもう全然あるやと思う、ドッグヘッドで、ドッグフードになった過程が聞きたい、どういう過程だったんだろう、ペット市場盛り上がってるかな、うん、もう疲れ、よしと大丈夫、ああ、ごめん、全然どうね、寝ない、まあ考えちゃったら寝ないよ、にも言われて、そのまあ、熱意がいや同じ方向向いてないと続けないっていう、でなんか2人はやっぱりなんかこう頑張っていきたいって感じなのに、俺がすごい足を引っ張ってるんじゃないかなってすごい思ってて、俺やめます、マジか、まさか、いてほしい、はあ、めんどくせえ、俺やめます、
そのスタッフさんとかに迷惑かかると思うんで。いない方がいいっすね、これ。やめます。やっていける自信ないっすね、今。ねえ。まあ僕は、ゆりこの気持ちはめっちゃわかる。ブレイキングダウンに今来る共感から入る。ブレイキングダウンでめっちゃ時の人になって、うん、次の試合がめっちゃ重要だと思うのはわかるし、そこに全力する点もわかるけど、僕はメリボーとやらないっていう選択肢が頭の中にそもそもない、ね、ただ、俺が今思ってる案はブレイキングダウンが終わるまでは来なくていいよ。おお、終わったら来ない。え、ロー君かっこよすぎん。かっこいい、嬉しいね。今の回答の 100%、 100%、 100%回答やった。共感から入って、うん、いや分かるから最善の案を出して、うん、ないから選択肢ね、そこがかっこいい。やばい、そんなの言われたら寝てまうやろな。俺は一緒にやりたいけど、結果としては最後のデモデーでゴールするまではやりたいわけで、別にこの 2,3 日を抜けたら困るとは思ってないから、うん、僕はどうしたら一番良くないと思って。なるほど。なんか私もちょっと時間を置いて、なんか自分がやっぱ自分自身が本当になんか事業に対して多分自信もなくて、うん、で、あのメンバーの件でもちょっと挫折を味わって、うん、全部自分の多分自信のなさなんだけど、はい、それで多分やっぱ一緒に頑張りたいって気持ちがあったから。だからなんか、なんで分かってくれないのみたいな感じで、多分自分の余裕のなさを多分ぶつけすぎちゃったのね。だから、うん、伝え方とかも多分すごい嫌な言い方しちゃったと思うし、うん、感情のまま言っちゃった部分があると思うの。伝え方ってもっといろいろあったと思うし、自分が余裕がなくて事業のことも分からないし不安だし、勝ちたいって気持ちがもう自分自分になっちゃってて、でやっぱチームだしグループだし一番最初に一緒にやろうって言ってくれたわけだから、分からないのは私も一緒だから、うん、ロー君はパソコンとかいろいろ詳しいしさ、一緒にこう教え合ってやっていくべきだったなって思ったんだよ、うん、で、メルボーはさ優しいから多分私に対して思っててもさあんまり多分言わないと思うの。だから私ばっかりさそのすごい傷つける言い方で言っちゃっててさ、うん、だからなんか本当にごめんね。いい子たちばっかりじゃない。チリコさんの今は集中親戚のおばさんにブレイキングダウンに集中してもらって、それは全然いいし、その間にハルカとロー君で頑張るから、あとブレイキングダウンが終わっていつでもいいから、それ戻ってきてほしいって思う。うーん、いいね。こんな言われたら嬉しいな。なんかなんていうの、やっぱでも俺何も分かんないよ、パソコンも数字も分かんないし。だからそれも含めて全部メリボーって人じゃん、はい、それも一緒にやってきて最初からみんなでやりたい、誰か一人をクビにするとかも考えてなくて、うん、俺はみんなでやっていくって決めてるの、はい、だから全部一緒に取ろうと思ってるし、うん、だからメリボーがやめますって言われても俺からしたら無理って感じ。俺はもうメリボー一緒にやりたいしやっていく、だからメリボーっていう人間と一緒にコミュニケーションしてきて、ここまで来て俺がじゃあ事業頑張って作って引っ張っていける、メリボーも多分できると思う、事業始まると思う。あそこで俺頑張るし努力もするけど、それは俺が作ったのってチームなんだよ、このチームだから俺は頑張ろうと思うし、この状態であの時の首のやつやってほしいんだけど絶対やだ。絶対きっとなんかコロッと変わってるのかもしれないんだけど、一緒にやらせてほしいです。よかったー。そこから組制度入ったら残酷すぎん。いやでも、うん、このミッションはいったんないの。あ、まあそっか、多分ね、多分ね、あれ入った方が良かったですね。さっきね、あの言葉が出たのがでかい。あれでなんかチームでとかまたガッと一丸になれた気がしましたね、確かに。あれ良かったっす、うん、本気ってのが分かりますよね。ねもう一日残り？時期決まってないでしょ。だってプレゼンテーションするでしょ。うん、やばいよ、寝れないよ。うちらマ
朝までやってたもんね。やってたよ。すいませず行ったからね。プレゼンまでやってくれるのかな、今回で。どうなんだろう。もう分かりやすい。サブサンハット。そう、サンハットはサンハット。でもさっきの機能を兼ね備えてるのよくない？うん。あの生地変えて、サンハットできるか分かんないけど、まあ、ツルツル。に髪の毛ツルツルになる生地。あ、いやー、ただいま。よし、おかえり、おかえり、食べた、食べた。どう、いい感じ？まあね、勝ちたい。7負けたの？勝つよ。勝った、勝った、もう。すごい。どっちもだよ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 。どんな感じ？なんかサウナハットだと、うん、サウナハット、これだよ、多分サウナマットってさ、サウナマット、あれブルーだ、ブルーだったよね、さっき話さなかった、まあ、あれハットマットね、ハット、え、どうやってんの折りたたみって、うん、うん、はい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 なんか近いぞ、近い、あ、でもシンプルなやつだよね、でも白い、白い、面白いです、そう見てんのえ、このハットの色、うん、このロー君のロー君越しの絶対足外してる、違うなと思って、見てるよね、キャンプは、まあ、年一でいいかなって感じ年一ね、そうそうで確かに藤川さんが遊んでます、そうだね、そうだね、そうだわ、ディレクター遊んでます、これは、うん、ネリボーと共闘して遊んでます、はい、怖い怖い怖いよ、ネリボー雑になってない、なんか何もう当日、富士山、そうですね、富士山すごい、なんか憎めないですね、ネリかわいいよね、あ、ミッション見れるんだ、あ、おー、ありがとうございます、授業内容全然分かってないんだけど今日はミッション2の、授業内容のプレゼントになるわけですけれども、皆さん準備はよろしいですか、はいはい、はい、レンジ好きなんだね、はい、どうもレンジだった、じゃあ早速始めたいと思いますが、うん、どちらのチームからなさいますか、うちら先行き、はい、こっちも先行きたい、私もです、うーん、どうしても行きたいですか、どうしても行きたい、譲る気一人もないですか、ないよ、ないよ、はい、ないって、はい、じゃあ、まあ行っちゃう、あ、じゃあ行こう、じゃあ俺行こう、どうぞ、OK、 ありがとう、よし、とんでもない、ありがとうっていうロープが素敵で、うん、では、制限時間5分でチームメイト、ね、チームプレゼンをお願いします、うん、スタート、まず、コンプレックスは私の原点です、私は小さい頃からたくさんのコンプレックスを抱えていて、とても自己肯定感が低かったです、そのため、たくさんの努力をしていきました、そして今ここにいます、そんな私たちが提案する事業はこちらです、男性専用ニューケア事業、俺やん、なぜニューケアかというと、ちょっと自虐やめてよ、ちょっと足欲しいわ、あ、いいじゃん、確かに買おうかな、行きましょう、行きましょう、サウナじゃなさそう、悩みを相談する、ね、違うね、ニューケアの授業となりました、塗り物は1日5回歯磨きをします、マッサージも13回します、本当なんですよ、本当なんですよ、マジ病気レベルでやるんですよ、人、はい、の家のトイレよく入ると思ったらなんかマウス押しばっかりやってた、はい、ロー君も毎日青木にデオドラントを塗ります、私も全身にたくさんのコンプレックスを抱えています、しかしこの話し合いをしている時みんな恥ずかしそうにしていました、やはりコンプレックスや匂いに関することを人に話すのは抵抗があったり恥ずかしいイメージであることは拭えません、しかし本来匂いケアはいいことであります、スメルハラスメントという言葉が最近話題となっています、スメルハラスメントという言葉の認知率が3年で2倍以上の 45% とかなり増加しています、
職場の身だしなみでどうにかしてほしいこと第1位、第2位も匂いに関する調査結果となっていました。匂いをケアすることはいいことなのに、それを言えない世の中は間違っていると私は思います。男性の匂いケアをもっと身近なエチケットに変えていきたいと思います。こちらのグラフをご覧ください。男性は第2位体臭、第4位口臭といって匂いに関する悩みが多いことがうかがえます。一方女性は精神的なストレスや体型など匂いに関することを悩んでいる人は少ないという調査結果が分かりました。なので私たちは男性に特化したビジネスにしたいと思います。そこで私たちが提案する事業はバキデオドラントレディエンティです。レディエンティというのはレディエント輝くダンディかっこいい男性を合わせた造語となります。レディエンティには3つの特徴があります。まず1つ目はスタイリッシュなデザイン。従来の商品は持っていることが恥ずかしく人前で出すのに抵抗があるデザインが多いことが分かりました。そのためレディエンティではスタイリッシュなデザインにし持ち運びやすくします。2つ目、携帯性。男性はカバンを持ち歩かない人も多く、最近主流の円形型では持ち運びに不便だと感じました。そのためレディエンティではポケットに入れるような形に改良いたします。もうちょっと滑らかにしてほしい。3つ目、最高品質の匂いの消臭殺菌効果の品質を求めます。あ、違う、ごめんなさい、品質にします。ターゲット層は20代から40代の男性にします。このターゲット層はヒカルさん、朝倉未来さん、この番組の視聴者層とも大変相性がいいと伺います。さらに、デオドラント市場は現在420億円と言われています。さらに男性向けの製品は年間成長率 10% とどんどん増加しています。そしてこの事業は海外での展開も視野に入れています。海外のデオドラントの市場は現在 3.6 兆円ほど、2027年には 4.5 兆円ほどに増えると言われています。そのため国内海外ともに大きく市場を狙えると私たちは考えています。このようにデザ従来の商品ではデザイン性、携帯性、製品効果全てを満たしているものがありませんでした。私たちがやるレディエンティでは全てを満たしたものを開発いたします。何デモデーまでの行動計画、2月試作品開発、3月品質管理、安全性試験、製品使用、処方決定、4月デザイン完成、製造開始、5月デモデに合わせて発売を目指して私たちは行動していきます。どうしたこの事業を通して世の男性をもっと素敵に世の男性に匂いケアを素敵なエチケットに変えていくことを届けていきたいと思います。ありがとうございました。どうしたごめんなさい、めっちゃ噛んじゃいました。ごめんなさい。お疲れ様でした。塗り棒の涙は真相やいかに。何どうした感動した感動ありがとうかな。あ、自分は何もできなかったけど、ここまで仕上げてくれて、まあね、ありがとう。でもさ、プレゼンちゃんにはさ、感極まっちゃったのかな。かな。なんか申し訳ない気持ちで泣いちゃったのかな。まあ両方あるかも。出るんじゃない。まあ見ますか。ふだんから言うのもね。見ちゃうよね。でも分かるから、この止めちゃう。じゃあ、チームブルー。サーティワン。プレゼント。何？アイスクリーム。アイス？マスク、今回です。サウナだったけどね。変わったのかな？はい。突然ですが、この数字、何だと思いますか？そういうプレゼントね。答えは、僕の年齢です。うん。僕の年齢で、この肌、見てください。やっぱ美容系？そう、僕らが今回提案する事業は、こちら。
魔法の美容液販売です。はぁ、嘘です。あ、嘘です。だってこれもうひかるさんが化粧品販売をやっているので、うん、そうだよね。できない授業になります。何が言いたいかというと、今回のノンタイトルの授業って実はめちゃくちゃ難易度高いんです。条件が多かったり、うん、このノンタイトルの意味を最大化させなきゃいけないからです、うん、こちらをご覧ください。40秒かけてそれ言ってるからね。これで言うと、市場のニーズとノンタイトル、ヒカルさん、朝倉みくるさんとか、どんの方本当に言ってくれるだったり、熱意が交わるここの赤い点を狙わなきゃいけないんです、うん、これ表現するの難しいんですけど、本当に奇跡のように難しいことなんです、うんうん、そうね。ただし僕らこれ叶いました、見つけました。その事業がドッグフード販売です。つまりペット事業です。あ、そうか、そうか、言ってた。そして、まあ、まさに実は分かりにくいんですが、ここに当てはまっています。確かに。もっと言うとご覧ください。犬ぽよさんの授業の仕事、そう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 、光さんと朝倉みくるさん、1週間ぐらいね、こちらの配信会です。きっと僕らの本当に素晴らしいドッグフード、これからご紹介させていただくんですが、絶対に気に入っていただける自信があります。それではペット市場の規模をご紹介させていただきます、うん、ペット市場規模は、1兆7000億円今あります。でフードにすると6000億円ぐらいあります。もっと分かりやすくさせてください。こちらなんですけど、飼育の頭数ですね、日本人口の約 13% になります。これみくるさんノンタイトル、ひかるさんの登録者数に単純に 13% かけて、今皆さん計算してみてください。すごい数の方が今回ターゲットに狙える可能性があると僕は信じています。そしてこれが各年代別の飼育状況です。結構平均的になってしまうんですが、20代から40代しっかり抑えています。これはひかるさんとみくるさんノンタイトルのデモグラ、つまりターゲット層にもマッチしてるんです。そしてようやくです。お待たせしました。僕らがどんなドッグフードを作るのか、それはこちらです。愛犬のうんちが匂わないドッグフード。これピンときてない方いるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ売れる自信があります。正直、市場をぶっ壊せると思ってます。まず愛犬のうんちが匂わないって競合がいないんですよ。ファーストベイビーになれます。そしてもっと言うと、このうんちが匂わないって、っていうのは、まあ、競合がいないんですけど、次いきます、ごめんなさい。で僕らが、掲げるベネフィット、つまり皆さんに届けたい価値、本当の価値というのは愛犬との暮らしの清潔感になります。この授業について STP 分析させていただきました。まずユーザーニーズを9段階で分けさせていただきました。これ上が潜在的ニーズ、下が顕在的ニーズ、つまりなんですけど、これで見るとざっとなんですが、より顕在的に求めているニーズっていうのは質を求めているものが多いんです、うん、で潜在的、頭ではあるんだけど言葉で分かっていない、自分で認識できていないようなニーズで、うんちの匂いが消えるであったり食糞を抑えるっていうところがあって、実はこの2つ同時に叶えられるんです。それが僕らが今回提案するプロダクトになります。そしてポジショニング、こちら僕らのところ見てください。競合正直少ないです。でゼロでは正直ないんです。たださっきのうんちが匂わなくなるとか食糞がなくなるとか、そういったことを加えたらめちゃめちゃ本当にもう独り勝ちできる、そしてそこを全部を取っていけるような事業展開を僕ら展望として持っています。そしてターゲティングです。さっきのセグメントから見て20代から40代になる、そして愛犬に対して愛が深い、自分たちの生活をより快適に過ごしたい方を狙っています。ソフト分析もさせていただきました。こちら一つだけ言わせてください。僕ら強みありすぎて正直勝ちしかないんですけど、減価率が高い、これだけが今の弱みです。ただこれはこのノンタイトルでやる以上宣伝広告費を抑えられるのでクリアできると思います。最後に、あ、まだですね、行動方針、はい、今後の行動方針については、まあ見ての通りなんですけれども、こちらは、はい、まあ、商品開発の流れを書いてます。こちら活用させていただきます。はい、はい、コアバリュー、僕らがこの事業で作る会社の企業理念です。
地球上で最もペットと家族を幸せにする会社であること、そしてビジョン、ペットと家族の抱える悩みを解決し続けてより低価格に価値を提供する会社であること。ごめんなさい、長くなってるんですが、最後にこれがあ、みんな言いたがってるんだ。全員が愛犬家さん。愛犬家あ、そうなんだ。それで皆さんの愛犬家さんたちを本当にキャッチして価値を届けることができると信じています。いいね、これは4人の共通ご説明いただきありがとうございました。確かに確かに。はい、ありがとうございます。だいぶ時間過ぎましたね、すみません、すみません、両チームともありがとうございました。ありがとうございます、はい、一度じっくり私もあの資料を見させていただいて、改めてお二人のチームの結果がどうだったかっていうのを、発表したいと思いますので、また後ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかルール的には優しいね、今回ね。前回さ、ご飯でさ、うん、めちゃめちゃバカでかいブザーだったじゃん、うん、なんかでもバスケットフィールド最初絶対止めますだけど全然なんか最後まで言わせてくれたし、あといいですか、うん、今回ですね、プレゼンが下手だったら落とされたんですよ、私たち。あーそうだ、はい、キューレットプレゼン下手で落ちてますから。はい、はい、なんでこれ落ちないと納得いきませんから、落ちない両チームともさ、はい、緊張しいでさ、まあね、上がってうまく言えてなかったね。だから見返してみてほしい、私たちのシーズンを1回、うん、うん、確かにね、うん、だからどういうあれで落とすんだろう、これ落とすとか言っちゃうよ、分かんないけど、授業内容なんかな。でもそしたらやっぱ前回は、ね、でも秒数とかもありそうだけどね。まあね、そのオーバーしてるからみたいな。確かにね、そうね。どう、事業所管的にはどっちの方がやりたいですか。どっちの方がやりたいか、まあやりたいもそうだし、どっちの方がこううまくいきそうか。ああ、私だったらどっちもうまくいかせる自信があります。おわー、かっこいい。ペットフードやってるんで。そうだね、もう一回だっけ、デオドラント。デオドラント、うん、デオドラント速球むずくない。でもむずい。そうだからさ、顕在的にさ認知してないじゃん自分で、うんうんうん、そうね、そうそう、俺足臭い、俺足臭い俺がね、でも俺この匂い別に自分が家にいる分には嫌いじゃないよでもやっぱ、まあ、ここはね別に 言ってくれるし、俺の周りも別に言うから知ってんのよでもさ、まあ、足はまあでも大体気づいてるけどさ、脇髪の人とかさ気づいてない人、気づいてない人があまりにも多いから、それをどう訴求していくのかが意外とむずいなっていう。だって別に気にしてないし俺匂い、デスタンスの人にどうかわせるかがやっぱ匂いは一番大変かなと思って。あと、なんか今の感じはポケットに入れられてみたいな感じなんですよね。その、どのサイズにするのかわからないんだけど、なんかデオドラント系ってワンシーズン1個みたいなイメージがある。うん、わかる。だから、ほんと数出ないんじゃないかなと思うんだよね。売り上げのアッパーで言うとやっぱ、そうね、デオドラントが多分早めに来てしまうって感じかな。なんか私的にはペットフードの方が、はい、このチーム全員のストーリーがありそう、共通点があってストーリーがありそうだからいいかなと思った。ただ、うん、この番組はヒカルさん、ミクさんの事業を考える番組なので、そうなんですよね。もしシーズン1だったらありだったと思う。それがまだ、ね、なんか番組隠してたから、ね、なんかあくまで、うん、一般的に起業家育てますみたいな。何しても一応さ、共通点ではあるじゃん。まあちょっとそのできるかできないかは置いといて、ミクルさんやっちゃってるからね、今。そう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 、ね、ミクルさん、ヒカルさんだけ聞いてみる。あ、そうだよ、うん、俺やってますとか言うかな。ね、どうだろう。うん、マジでめっちゃ良かった。え、マジでごめん。一応かった。マジでありがとう。マジで。余ったしかない。マジでって言って。え、マジで。え、だけど伝えたいことは絶対伝わったと思うし、だから大丈夫。ありがとう。おー、いいね。はい、マジで。はい、ありがとう。じゃあマジでやるね。マジで緊張なくなった。え、よかった。それがうちらの仕事だった。え、そうそうか。本当にありがとう。緊張なくなった。本当に。あ、コメントないか。ないね。ないのか。結果が？あともう一回。自分で自己評価。本当。大丈夫だって。マジ？落ちた時怖いね。うん。勝てる気が全くしない。相手が強かった。いや、まあ、セラ君が相当強いのはもともと一番最初から分かってたけど、うん、想像の10倍ぐらい強いね。
授業内容もすごすぎるし、何あの資料、私、すっかり下がるような感じはなかったけど、私はちょっと一緒に笑うのが嫌、全然、なんならなんかデオドラントの方が響きそうな感じ、あと数ヶ月であれと戦えて勝てる気が全くしない、塗り棒の涙はあと回収されてないよ、されてない、あ、結果発表するの、お疲れ様です、お疲れ様です、するんだ、うん、そうなんだ、おかげくです、はい、ここでなんかさ、なんかさ、前回より詰まってない、ちゃんと詰まってる、あのミッションですね、これの結果を発表したいと思います。まずチームレッド、セカンドミッションの内容は不合格とさせてください。ああ、理由は、そう、理由をね、言ってほしいね、誰に何を訴えようとしているかっていうのが、すごく少し不明瞭だったかなというふうに思います。多分自分のプレゼンで精一杯になってた部分もありますし、内容がもうちょっと時間くれよというところが正直あります。まあ、今回のプレゼンの内容ではどのように実現するかっていうところが私にはまだ理解できなかった。え、実現可能性までちゃんとあれだったんだ、このプレゼン、チームブルーですね、そうだよ、前も、はい、結果を発表します。それで揉めたじゃん、揉めた、あ、なんかやってたんですよ、一回ちょっとね、それ揉めたじゃんなんか話してたね、うん、であれ、うなぎさんに怒ってたじゃん、私は、え、なんかあれ、本当あれ、藤巻くんに怒ってるみたいに編集されたじゃん、うん、うちらはさ、実現可能性まで別にいらないって言われたから、ただの事業案として2個提案したのに、うん、マリアちゃんの方には実現可能性も入れますって多分言われてて、うん、そう、言われたで、入れたのに起こされたから、うん、なんなんて切れた、そう、でも私はどっちも落ちると思ってたの、うん、うちらのプレゼンもダメだったし、うん、まあ、ブルーに関しては実現可能性ないし、うん、2個出してきたから落ちるだろうと思ってた、うんそっちに受かってなんでだよってそう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 、いや、そうだよね、で、実現可能性は不明瞭ということで落ちました、うん、あと塗り棒の涙が回収されてないから気になりますね、気になりますかね、はい、じゃあいきますか、この結果は不合格か、不合格、うーん、どうなったんですか、納得ですか、はい、納得です、時間かな、低価格帯の匂い消し、まあ、うんちの匂いが消える、ペットフードですね、これをどのように実現するかというのは、これも実現可能性では僕にはまだ十分に伝わってなかった、さすがにもうちょい時間だいぶきついよな、3日でしかだって実質1日ちょっとでしょ、相変わらずで終わりじゃんね、これでもう一回受け、うん、だろうね、あ、白紙、え？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 え、待って待って待って、え？こっから詰めて、もう一回やるからね、え？え？じゃし、内容白紙？事業内容白紙は、やっぱペット仕込んでたからダメってのね、絶対マジ言われたんだよな、どうなんだろうね、思っちゃうね、思っちゃいますね、そして戦ってほしいけどね、うん、もったいないね、ね、なんか面白いっちゃ面白いけど、うん、変えるんですか、授業内容、不合格なんて考え直してください、セナ君が考えたドッグフードを僕1年前から準備してた、もう来月販売開始なんだ、もうやる予定だったんですか、匂わないドッグフード、匂わないドッグフードじゃないですけど、ペット市場がどんどん拡大してるのは知ってたんで、1年前から準備してて、始まってね、あの赤い部分見つけましたって時にもう俺やってんだよ、ずっと思うんですけど、セナさんこの部位見たらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか、恥ずかしいって知りがないからね、仕方ないよ、あれ、元気だったんでよかったですね、本当に愛犬感が危ないバカにされてもね、終わりました、レッドが動く、多分くどけば多分ラオスこっち来てくれるんじゃないかなと思って、えぇ、ラオスはこっちに来たいと言わせるように押し抜けていく、え、熱くない、熱くない、ねえ、これはさ、やってるじゃん、え、かわいいな、なんか、なになになに、キャバクラお父さん、絶対好きじゃん、めっちゃ、めっちゃハングリーじゃん、いや、もう、ずっとつけてたよこれはもう、エンタメをこれはやってます、やってます、これは100%やってます、これもしかしたら、あの、レッド行くかもしんない、いや、これはもう、はい、やってます、もうそういうことです、あ、
るほどですね。はい、これ全く授業わからん。授業わからんな。わからんね。だしさ、もう一回プレゼンするのかもわかんないし、ミッション3に行くのかもわかんないし、塗り棒が泣いた理由もわからない。わからない。次回予告、お色気。次6話でしょ。6、もう半分だよ。12で終わるのかな、これ。終わるでしょ。さすがに。さすがに。ということで、はい、はい、ちょっと次回は、ね、どうなるかわかりませんが、またみんなで見ていければと思います。止めようないよ。止めない。お開け。あ、そこはもうパイさんが止めないんだよ。積極的に気になった部分を。はい。じゃあ、まあ今回のね、5話もぜひたくさんコメントお待ちしております。はい、ヘアオイルが3月20日から販売してたんですが、初日で無事完売いたしまして、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。で、今、楽天とアマゾンでもその瞬間でランキング1位になりまして、すごい、はい、すごいよ、本当すごい。で、次多分入るのが4月に1回入るのと、多分5月下旬から6月上旬ぐらいかけてまた次のロットが入ってくるんで、予約みたいなのもあるんですか。はい、カドレドット JP のサイトの方から、予約販売ができるようになってますので、そちらから購入いただければ、入荷し次第お送りするようにいたします。公式サイトです。公式サイトです。はい、はい、ということで、ノンタイトル紹介、また次回お会いしましょう。バイバーイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。切り抜き無断転載大歓迎です。また次回の動画でお会いしましょう。